ニメハオ。さあ、上海のワイタンにやってまいりました。後ろに見える丸い細い塔がですね、あの中間にお団子みたいにくっついているのがドンファンミンジュという、タワーです。そしてちょっとずれまして、一番高くてキラキラしている塔が上海タワーです。いやー、いろんな夜景見てきましたけどね、こんなに派手で華やかな夜景っていうんですかね、あんまり見たことないですね。ニューヨークとかビールとかにこういう広告が出てたりとか、マンハッタンとかね、イメージありますけど、初めてですね。昔の上海はあの空気が悪くてよどんでたりとか、曇ってたりしたらしいですけど、最近の上海は空気も良くて、いいみたいですね。今はあの中秋節といって、中秋の名月を、見ることができる。で、今日もいい月が出てたりします。もう夏もちょっと過ぎてですね、秋の涼しい風が吹いています。上海のワイタンの夜景を楽しんだ後は、スイーツでちょっと気分転換したいと思います。上海で有名なタピオカのお店です。私は全然タピオカ詳しくないんで、これがどういうお店なのか知らないですけど、はい、早速飲んでみます。もうね、そこがねめっちゃ暑い、上がめっちゃ冷たい、不思議ですね。飲んでみましょう。まずね、あ、下が熱いんでね、混ぜて。黒糖みたいですね、これね。黒糖タピオカミルクティさあ、飲んでみます。うん、ぬるくなるね。熱いのと冷たいの混ぜてぬるくなってます。タピオカにも味がしっかりついてますね。甘くて美味しい。